下のロッキーチャンネル。ナマステ。おはようございます。今、2月1日になりました。時間が5時40分。起きたのはね、まあそうだね。まあ日付変わるか変わらないかぐらいなんだけど。今、ローソン行ってさ、これ。ユンケルロイヤル C2 アット。悲しみの二日酔い後いただきます。いや、もう治ったんだけどね。あれ？てか二日酔い治すのってさ、ヘパリーゼとかじゃね？なんでタモリよ。わかんねえよ。今から、ちょっとパソコン見に行きますから。お友達と。ということで、30時間何も食ってないから。はい、というわけで熟成、なんとか、あっと、おにぎり、そのままいただきます。てかさ、俺びっくりしたんだけど、コンビニのおにぎりで一番安いおにぎりってさ、普通さ、100円ぐらいじゃない？昔から考えたら。今、コンビニで一番安いおにぎりが160円なんだね。高くなったんだね。いただきます。しかも一回りってなんか小さいような感じですけど。うん。値段は高くなっても、うん。味もうまくなってるかもしれない。気のせいか。いや、今さ、外気温計0度なんだよね。いやもうほんと、このまま雪マジ溶けねえからな、全部。もう消え失せてくれよ、もう。ほんとに。今日は、まあ、お友達と一緒にまあ、パソコン見に行くって話したじゃない？で、そのパソコン、見に行くパソコン屋なんだけど、パソコンショップドームってとこで、今までさ、リパさんのね、娘さんとかと行ったりさ、あとミスタークロワッサンの、星龍さんの一家とかもさ、お連れしてるところなのよ。でやっぱりね、ドームってよくすごいよくて、中古パソコン、まあ新品もあるんだけど、主に中古パソコンが強くて、皆さんのマジでね、ノートパソコンとかでも全然安く揃うし、あとデスクトップパソコン、まあノートデスクトップパソコン合わせてっていうか、両方どっちか欲しい人、大体なんだけど、例えばデスクトップだったら、モニターと、あと、まあ、スピーカー、キーボード、マウス、どうだよね。まあ、あとパソコンの本体合わせてね。合わせても、5万で、下手したらお釣り来るぐらいだから。マジドームおすすめ。ちょっと、お友達の、まあ、須藤さんなんだけど、言ったかな？俺にプロサーフくれたね、須藤さんなんだけど。須藤さん、どんなの選ぶかと、ね。まあ、ちょっとそれは相談して。皆さんもなんかパソコン、なんか俺ロッキーパソコン持ってねえんだけど、なんか、ちょっと買い替えたいんだけどって言ったら、もう全然もう一緒に行こう。遠慮なく連絡ください。さあ、須藤さんの家、ナビ見なきゃいけないんだ、これ。皆さん、ドーム移転したからね。中古パソコン、こんなにあるのさ。で、一応、今、Windows 11が、確か、一番上なのかな。で、今の Windows 10 が、サポートがあと2年で終わるから、なるべくだったら、店員さんに、先見越して、次の Windows 使えるやつで、なんか中古でいいのないですかって聞いた方がいいと思います。で、一応おすすめなのが、まあ、本当にここにあったの須藤さん買ったんだけど、Core i、ここの CPU の Core i3 の第8世代ってやつを買ったのさ。で、それが一応、まあ、見積もりとか作りたいって須藤さん言ってたから。で、メモリが8ギガで SSD で、ハードディスクが256ギガかな。
で Windows 10 Pro が入ってるっていう。であの専用ソフト使ってるんで、あのオフィスなしってことで、ここにあったやつで3万8000円のやつかな、須藤さん買ったと。でまあこっちの方になったらね、もう Core i7 になってメモリも16になってったりするから、でまあ価格もまあこれなりするんだけど、全然安いからね。ドームドームのことなら俺に聞け。今あのドームでパソコン須藤さんのやつ買ったんだけど、続きましてあのマルチメディア札幌で、なんだっけ、あのヨドバシカメラで、パソコンのちょっと見積もり書とか作るソフトを買うんだよね。やっぱりね、須藤さんは皆さんしっかりしてるわ。あの俺なんてもう原始的、もうエクセルだから俺。そんなあの見積もりのソフト、専用ソフトなんかもう使ったこともないから、勉強になれば。俺はもう自営業やって11年目だけど。あれ、ちなみに須藤さんはもう自分一人でやるようになって何年？何年だろう、もう17年ぐらいかね。あ、本当に。で、そういえばあれ須藤さん今年何歳だったっけ？今年かよ。うん。とうとうで、とうとう還暦だよ。とうとう大台に行っちゃう。大台だよ。あー、あったら皆さん、あの須藤さん次俺の動画出るとき全身真っ赤だわ。もうで袖切ってちゃんちゃんこにするわ。ついに大台に乗っちゃうんすか。乗っちゃうよ。あれだよね、ちょっと今年の12月はまたちょっとあれだね、なんかみんなでついてきたらいいですね、誕生日に。そうだね。ねえ、いやー、そっか。あったら、そうですね、12月21だったっけ。そうだよね。いや、12月21日、須藤さん60歳だから。じゃあ61なの。今60歳。あ、あ、今60かよ。なんだ、皆さんもう大台乗ってるわ。そうそう、乗ったんだよ。そっか。でも何、そうなる、自分が60歳になったら何か変わる？いや、変わんないな。あ、皆さん何も変わらんと。ただあちこち痛いけどね。あちこち痛い。いや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 。およそ400m 先、北一西方向です。以上60型じゃなくて。やっぱ肩上がんないですか？上がんなかったね。本当に。あれせ、あのマッサージ屋さん通ったもん。うん。えらい高いマッサージ屋。うん。あの効果のほどはいかに？もうやってすぐで効果は発揮して。あ、本当に。ただ4時間ぐらい経ったら元に戻る。あ、皆さん。ってことは4時間起きに行かなきゃダメだな。それ11回ぐらい通ったのかな。はいはいはい。したら9割ぐらい治った。あ、皆さんやっぱり行かなきゃダメなんだわ。高いよ。でもちなみに何、1回行くのにおいくらぐらいかな。1回ね、初回お試しで1980円。うん、お、まあまあまあいいね、初回は。はい、2回目から次から7500円。なんだそれ。随分上がるなお前。もうそれが正規なんだよね。だから、うん、ね、いい値段するでしょ。違うね。でももう行って、うん、今も治った。うん、もうだ9割ぐらいいいから、あとは自分で。なるほどね、うん、皆さん体のメンテナンスちゃんとしてよ。あ、触れないね。やべえ、それ。ちょっと痛くて。それはちょっとあれだわ。悲しいわ、須藤さん。さを触れない須藤さん。俺見たくないっすね。右方向です。あ、本当。半年行ってなかったもんね、釣りに。ああ、そっかそっかそっか。なるほどね。西に進みます。続いて北一西七尾を右方向です。右方向です。やだ、続いて。俺もちょっと体健康面気をつければ、釣りできなくなったら嫌だもんね。本当に41だもん。そうだ、須藤さんとそしたらあれなんだね、ちょうど20歳って20違うんだね。皆さん20違うんだよ。いや、
でも今年また磯を歩きますからね。ああ誘ってね、誘いますから皆さん、ま、落ちるね、そう、あ言っちゃったっすね須藤さんと磯行ったら面白いんだ須藤さんの後ろを歩いてるでしょ。そしたら須藤さんがね、あの塩釜っつってね、あの磯に穴開いてんだけど深いのよそれ。そこにスーっていなくなるから須藤さんだけにこういうふうに言ってる。あ、小川とかもあるじゃん。須藤さんと久々の食事、八丁目通り沿いガンクスを。絶妙にニンニクが効いてるね。まずいだぞこれ。ご飯が止まらんよ。なんだっけ、焦がし味噌いただくぜ。お疲れ様でございました。須藤さんのパソコンの、まず接続とかやって、そして今度現状で今須藤さんが使ってる見積もりとか請求書を制作するソフトなんだけど、それのねデータ移行が一部できなくて、どうしてもできた移行っていうのが取引先の名前とか住所とかっていうのはできたんだけど、そのソフト のヘルプとか Q&A とかもう2時間ぐらい見たい、いろいろやったんだけど、今までそのソフト導入してから作った見積書と請求書 のバックアップ のインポートのやり方が全然分かんなくて、アウトポートはできたんだけど、要は吐き出しはできたんだけど、吐き出してもその食う場所がねえっていう、ちょっとね、なんてソフトだったっけな、あれソフト名前だな、ソフト名前だなってなんだ、ボケてきてるの忘れたな。ちょっとね、若干だけど使いにくいかな俺的には。なんかちょっと若干癖のあるソフトで、なんだろう、意外となんか全国で15万社ぐらいはなんか使ってるみたいだから、まあメジャーなソフトではあるらしいんだけど、ちょっとねインポートとアウトポートのなんか感じがなんかいまいちちょっととっつきにくいから、結構大変だね。まあ俺がしょぼいのかもしれないけどなんでちょっとリベンジで明日また須藤さんの家来ることになったんでいや申し訳ないんだけどね。でもなかなかねこれ本当にね、皆さんもちょっと仕事としてお客様のご自宅とか事務所にお邪魔してパソコンのメンテナンスちょっとやってみて。俺ね、もう
ホームページとか広告とか作るよりも、もう一番ね、一番緊張するんだよ実は。あの本当人のパソコンってもう本当十人十色で、もう本当にあの環境も全然違うし、スペックも違うし、で本当ね、本当開いてみなきゃ分かんないってやつ。だからね、まあだからこそやりがあるんだけど。いやでも本当にとりあえず須藤さん、あのまた明日、まあ明日また会えるからいいや。はい。というわけでございまして、今これ珍しいところだよ。これね、上信濃なんだけどのおよそ300m先左方向です。なんとか団地。鳩がつくなんか団地だった気がしたな。でこう森とかあってさ。ここね、この辺結構自然がいい自然なんだよ、ここ。ただちょっと雪がね、結構あの激しいからね、ちょっとそれはあれなんだけど、合ってるよな、これ。うん、てか眠って、俺それ12時に起きたんだ、俺それ。12時だよ。うん、どうしよう、帰り。このままおとなしく帰るか、ちょっとパーラ寄って帰るか、ちょっとあの俺の体力で相談する。今家帰ってきたんだけど、今21時40分ぐらいか。ちょっとね、あの友達から電話来ててね、俺制圧料買うためにあのドラッグストア駐車場行ったんだけど、思いっきり邪魔されたのさ、40分。まあいいんだけどね、あの久々に長電話できてよかったやつだと思いました。というわけで、あの整髪料さ、髪短くなったから使わなきゃいけないなと思って買ってきたんだけど、まず一個がオーシャントリコのジェルワックスのシャインオーバーってやつ。これである程度こう束感を出すってやつ。まず髪濡れた状態ね。だから今はもう乾いちゃったからつけれないんだけど、まずこれであのある程度大雑把に形作って、で、それで、最後に、この、またオーシャントリコの、クレイかな？これ、赤ね。白赤。結構固めなんだけど。ってやって、最後に、このケープ史上最強っていう、これで、なんだ、武田整骨院の大野くんだ。なんだ。お晩です。ロッキーごめん。あのさ、これ肩壊れてるからサビ系やろうって社長言ってんだ。うん。シャコタンのイリカ分かるでしょ？分かるよ。あそこって車からできたっけ？車でそう見れたっけ？できるよ。だよね。うん。ちなみに今、札幌人の日常を撮ってるから、この音声入るから。あ、ほんと。え？あの、了解。ちょっと待って。なんか急に、なんかトーン低くなったぞ、おい。今あのシャワー浴びた後だから全裸だけど大丈夫？いや全然関係ねえわ、音だけだから。見えてないわ。ちょっと肩痛めたんで。あ、なるほど。投げれなくて。あれ、皆さんちょっとさすがのあれだって、あの怪力のあの肉体の大野くんも肩壊れたらダメだって。転んじゃったんです。嘘？本当に？うん。え、あのジムで走ってて。いや皆さんね、最近ね、この男ね、色気づいちゃってジム通ってんのさ。で、転んじゃったの？え、何？ジムで転んで肩壊したら世話ないべさ。あの、ランニングマシーンあるじゃない？うん。あれで、ちょっとスピード上げてて。何？それで何？あの、もしかしてなんか、ディズニーの映画見てくる、ズルって言っちゃったの？あー、足ブルーってなって。うわー、見たかった、それ。汗で滑ってさ、下が。ああ、そうなんだ。うん。ということです。大丈夫なの？体は。あの、痛いけど大丈夫よ。あ、本当に？うん。いや、大事にしてよ。おかげさまで、はい、仕事もできてます。いや、皆さん、あの、あれだね。なんか、こう見ると、大野くんもちょっと可愛く見えてくるね。可愛いから。あのロッキーチャンネル。